投資歴40年以上、バブル崩壊もリーマンショックもコロナショックも全ての大暴落を乗り越え資産を増やし続ける投資家であり、延べ3万人以上にアドバイスを行ってきた資産運用のアドバイザーとして豊富な経験を兼ね備える竹下明則があなたのこれからの投資を個別にサポート。 YouTube では絶対に話をしない売買をおすすめする銘柄の紹介も行います。概要欄から詳細をクリック、今すぐ参加方法をご確認ください。はい、11月18日月曜日、今午後4時52分になったところですね。はい、今日の日経平均株価は 1.09% 安、422円安ということになりました。まあもちろん先週の金曜日アメリカ時間でアメリカ株式ナスダックが 2.24% 安ということで、まあ、日経平均の先物も 37,700 円台まで下がっていたところを思うとですね、まあ、今日安かったのですが、まあまあ、当初予想した大幅な下落、というところは避けられたのかなと、まあ、しかしながら今一つ冴えない相場が続いているといったところです。一方ナスダック市場もですね、まあ5日間連続で陰線を引いて、まあ、本当に、まあ、離れ小島とよく言われるように、まあ、窓を開けて上がったところ そこを今度は窓を開けて下がって、その窓を開けたのでそこがこう離れ小島みたいになるという、まあそういう状態ですね。トランプアイランドと、まあ、呼ばれてるんだそうですけれども、ナスダックもちょっと嫌なチャート、まあ、になってきているといったところであります。まあ、日本市場はですね、相変わらず結局は8月の、まあ、大きく下落した8月5日の下落局面以降ですね、株価の、まあ、いわゆる PER がですね、まあ、なかなか上がらない。まあ、EPS も2500円をピークに、まあ、下げてきているってことはその通りなんですけれども、まあ、実際今の EPS と比べても7月11日に高値つけた時の方がもっと EPS 低かったことを思うと、まあ、いかに今は PR が低い、つまり株価に対する期待値が、まあ、落ちているのかということは言えると思いますね。まあ、もちろんその PR を計算するにあたってはですね、まあ、金利との見合いというのがあるので、金利が上がれば PR は今度下がっていくし、金利が下がれば PR は期待感で上がっていくということになりますから、まあ、そういう意味では今7月の時よりも EPS が低くても、まあ、株価 PR うんと低くて株価が安いということは理論的には言える、まあ、正しいということなのかもしれませんが、まあ、それにしても今の期待値っていうのは非常に落ちているということが言えると思いますね。まあ、私は先週来日本株に少しこう期待が剥げ落ちている状況、これ悲観がちょっと強くなりすぎているのではないかということをまあ皆様に申し上げてきたんですけれども、まあ、今週もまあやはり同じような状況で今日本株が推移しているということが言えるんだろうと思います。まあ、どこが原因かということなんですけど、まあ、日米の選挙ですね、まあ、衆議院選挙と大統領選挙、そしてまあ FOMC やまあ日銀の会合ですとか、そういったビッグイベントをまあ通過した、まあ、材料の出尽くし感といったものですとか、まあ、トランプさんの、まあ、当選に対してはトランプトレードで期待感も膨らむ一方で、まあ、関税の影響を懸念する考えですとか、まあ、冷静に考えるとトランプさんで世界経済大丈夫かなんてことをよく言う人もいるわけですよね。でここに来て FRB が、まあ、特にパウエル議長が経済指標が非常に強いので、アメリカの経済は、まあ、利下げをそんなに急ぐようなデータがないんだと、そんなに利下げを急がないんだと、まあ、あの言い方だと12月に利下げはほとんどなくなったんじゃないかなっていう印象を私は受けたんですけれども、まあ、そんなようなイメージが湧いてくる中で円安が進み、今度はじゃあアメリカが利下げをしないのであれば、その間日本は利上げしやすくなったんじゃないのか、要するにアメリカ利下げと日本の利上げがダブルで行われると為替により大きな円高圧力がかかる、しかしアメリカが
利下げを急がないんであれば日本は金利を上げやすいんじゃないかと、まあ、こんなふうな考え方をする人が当然出てきますよね。そういうことでそういう意味も込めて日銀の12月の、まあ、利上げへの警戒感が高まったと。今日、まあ、植田総裁は名古屋で、まあ、経済懇話会で、まあ、話をした後に記者会見をしたわけですが、まあ、そこではですねやはり12月の金融政策決定会合で利上げがあるのかどうかについて、記者たちがいろんな質問をしたわけですけれども、まあ、そこはするともしないとも言質を取られないようにですね、まあ、毎回の金融政策決定会合でそこまで入ってきたまあデータを毎回毎回点検して適切な政策を行うというこれまでの基本姿勢と何ら変わるものはないという言い方をしてですね、まあ、とにかく上げるとも上げないともわからないようにまあ話をされたと、こういったことになったかと思います。まあ、そんな中でもですねやっぱり前回の金融政策決定会合で利上げは通常であれば利上げをしていく、つまり金融の正常化に向けて着々とやっていくっていう方針に変わりがないってことを述べているだけに、やっぱり12月利上げをするんじゃないかっていうですね、まあ、懸念を持つ人が非常に多いと。しかし一方で今皆様ご存知のようにインフレがある程度進みながらも一部小売ですとかあるいは外食のとかで値下げ合戦が始まっていて、インフレ化のですね値下げ競争みたいなことがですね一部行われている。そうなってくると企業業績ですねちょっと怪しくなってくる、まあ、可能性も出てくるわけですよね。しかも今回4月から9月までの、まあ、日本企業の3区決算の銘柄の4月から9月までのですね、まあ、半期の決算、中間決算がほぼほぼ、まあ、発表になり、まあ、どちらかっていうとですね、特に四区の決算については、まあ、業績の頭打ち感というのがかなり出てきていて、まあ、そのことで、まあ、日本株をちょっとですね、こう警戒する向きも出てきていると。そんな中で、まあ、日銀が利上げをするとまた8月5日の二の舞が起こるんじゃないのかっていう懸念もあるので、まあ、日銀としてはですねやっぱちょっと悩ましいところですよね。まあ、そんな中で為替がまあ一時先週は156円台もあった中で今日は今153円から55円まで結構動きましたが、まあ、今現在は154円の50銭といったところでまあ動いています。まあ、いずれにしましても、まあ、為替が大幅に円安になってくるとなるとまた日銀が利上げをするのではないかっていう話が出てくるってことで、まあ、こういった話がずっと頭をもたげているとなかなかですね、株価もまあ見通しよくまあ上がっていくっていう感じにならない。そしてまあ頼みのアメリカもまあトランプアイランドみたいな形でまあナスダックがですねちょっとこう上値でこうまあしこりを作ってしまったかのようなチャートになりつつある。まあそんなところを全般的に見てみるとですねなかなか株式市場に上がっていくという見通しを立てにくくなっているっていうのがまあ今現在なんだろうと思いますね。ですから先週までと同じでまあ、やっぱり見通しとしてはあまり強気を言う人がいない、まあ、こういう状態が続いていると思います。まあ、しかしながらですねここはまあ考えどころというか、まあこれ以上じゃあ PR をどんどん押し下げて日本企業ですね日本の株価を下げていくような材料がこれ以上何か出てくるかっていうともうあんまりないのかなという感じもいたします。それからまあ私は朝 YouTube の生放送をやってるんですけれどそこにいろんな方々のコメントが書き込まれてくるんですけれどかなりですねコメントに弱気を言う方が増えてまいりました。で私は弱気を言われたらダメだとかそういうことを言ったわけじゃなくて要するに傾向としてですねやっぱり投資家心理に弱気がですねこう集まってきているっていうかそんな感じですよね。むしろね警戒すべきはアメリカかなと。アメリカの方はむしろですねやっぱりちょっとまあ
主な投資信託とかですね、そういったもののキャッシュポジションというのがもう非常に小さくなっている。もちろん個人投資家の MMF っていうお金はまだまだたくさんあるんですけれど、いわゆるファンドですね、ファンドからもうファンドにですねキャッシュポジションが非常に減ってきているので、そうすると株価が落ちるような状況になってくると、個人の投資家が直接買うことと関係なく巨大なファンドから資金が流出する、つまり個人が解約しなくてもファンドマネージャーがですねキャッシュポジションを増やす行為に出て、その結果株価が下がるということは十分考えられる。一方日本はですね、かなりやっぱりその日本の株式市場っていうのは今アメリカと違って弱気が台頭していることで、あまりこう強気の人がまあいない状態、そういう状態でまあこれから年末を迎えていくといったような環境にあるのではないかと思いますね。まあこれといってね、じゃあ竹下お前何考えてんだ、そんな強気売ってていいのかっていう声が聞こえてきそうですが、まあ正直株式が上がるときっていうのはですね、何か明らかにこれ上がるなというような理由がはっきりしているときではないんですよね。そういうときみんなが強気になって、そのこれはもう上がるしかないと思ったときほどむしろ落とし穴がある。今のようにかなり弱気が台頭してですね、しかしこれ以上弱気になるような材料もあんまりない中で、まああるとすればアメリカの下落でしょうけれど、そんな中で日本株、むしろそのアメリカが上がりにくくなったら割安な日本株を買われるっていう可能性だってあるわけで、ここはですね今週も含め先週と同様ですね、あまりに弱気にならないのがよろしいのではないか、まあ、こんなふうに考えています。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には僕の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者が役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。